参考 CR の平林昇です。今回はですね、個人メディアについてお話をさせていただきたいと思います。まあこの、いわゆる対するものはこうマスメディアってことなんですが、まあマスメディアをこう個人でコントロールするってことはこれもちろんもうできないわけなんですが、まあこれができるようになったっていうのが、まあ、1995年くらいですかね、からスタート切ったこのインターネットってことになると思うんですね。まあやっと自分のメディアが手に入った。まあこういう実感を持った、まあ、経営者って多いかと思うんですね。で、まあ、この延長にあるわけなんですね、すべてが。で、実際、こう、今現在ですね、こう、デフレ、不況化、まあ、一歩進んでですね、進んでしまってですね、こう、マイナス成長、3% マイナス成長とかですね、いわゆるその、上昇気流に乗ってですね、そこに乗っていればですね、何をやってもその底上げが、いわゆるこう、なんですかね、いわゆる事業の赤字分をこう吸収してくれたって時代があったわけなんですね。ですから何やってもよかった時代があったんですが、もう今の時代っていうのはですね、ある意味何もしなかったらもう、いわゆるどんどん下に、まあ、折っていく。いわゆるその、それ以上の力がなかったら、まあ、どん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 こう目減りしていくっていう、そういうことなんですね。ですからこの、下降線よりですね、ある意味はこれ以上のこの成長力を持ったその戦略っていうものを持たないと、今この会社の事業であったりですね、こうリストラクチャリングして、いわゆる一番いいこうフォーメーションでですね、この下降坂っていうんですかね、こう下に向かってるこのいわゆる経済化でですね、いわゆるそれ以上のいわゆる成長力を持って対応しようっていうことかと思うんですね。でこの地域活性化もそうですね、実際今の状況でただいればですね、どん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 とこう、まあ、さびれていってしまうってことだと思うんですね。でここでですね、一つこう、なんていうんですかね、こうみんながこう意識すればいいっていうことなんですけど、これがこの個人メディアなんですね。でこの個人メディアの集合体がですね、いわゆるくくってみたら、それがですね、会社であったりですね、地域であったりですね、あるいはこう学校であったりですね、あるいは組合であったりですね、いろんなその個人の集合体を持ってこう事業をしているっていう、いわゆる事業体っていうことかと思うんですね。ですからその従来のこのマスメディアの考え方っていうのは、いわゆる最初からこの大きいものっていうものがこうメディアっていう概念ですよね、こうマスメディア。ですけどそのマスメディアをこう分解しちゃったら、この個人でこう構成されているってことなんですね。ですから最終的にはですね、この個人のいわゆるこの力をどうやって結集するかっていうところがですね、いわゆるこの何ですかね、集合体の、まあ、それが地域であったり会社であったりってことかと思うんですね。でこの本当の一人一人のですね、この個人メディアのこのいわゆる処し方っていうんですか、リテラシーであったりですね、あるいはその使い方ですね、メソッドですね、こういうものをですね、いわゆるこう意識してですね、人と組むときにですね、あるいは何を目標にこうネットワークを組んでいくかってですね、こういう一つのこの訓練っていうものはですね、こう地域であったり会社であったりですね、こう必要かと思うんですね。ですから従来でしたらこう命令一家一つとかですね、こう命令で全てのものがこう動いたってこう、まあ、時代があったわけなんですね。で実際今はですね、こうメディアは個人が持ってるものなんですね。で個人の資産っていうか個人に属してるものなんですね。ですからその命令で動かされるものじゃないんですね。ですからこの大きなこうミッションっていうんですか、大きなこうディレクションっていうんですか、方向性っていうんですかね、あそういうことだったら、じゃあ自分のメディアを使おう、自分のいわゆる何ですかね、このいわゆる手弁当でですね、いわゆる自分のメディアを そちら向けにですね、いわゆる使っていこうっていう、そういう一つの流れっていうのがですね、今のこのメディアのこう何ですかね、こう対応っていうんですかね、こうビヘイビアっていうんですかね、いわゆる付き合い方っていうんですかね、そういうことになると思って、こうユーザーウェアって言うんですか、っていうことになるかと思うんですね。
で、こういうことをですね、ここをしっかりこう自覚することによってですね、いわゆるその個人がそれぞれメディアを持ってですね、いわゆるその集合体を持って、いわゆるこう底支えをしようっていうその力ですね。で、この部分ってこう、ある意味ゼロベースなんですね。テペントなんですね。で、こういう力をこの地域とかですね、会社とかですね、いわゆる人が集まって何かしようって時の一番のこう底支えにですね、この力を、まあ、使うしかないじゃないかっていう、そういう話なんですね。で、これが個人メディアの持ってるですね、もちろん個人メディアで個人が豊かになるためにどうすればいいか、まあ、これ一つあるかと思うんですね。で、これとですね、その目的を一致したところにこういわゆるこう集合体があるとするとですね、しっかりしたこのいわゆる相乗効果っていうものをその個人の集合体によってこう、まあ、出来上がっていくじゃないかっていう、そういう話なんですね。で、個人とこう集合体の関係っていうものをですね、何をもって結びつけるか、何をもってこう共感とするかっていうですね、この辺が見えてくればですね、いわゆる新しいこのいわゆる産業のこの推進のあり方としてですね、大きなこう力を発揮するじゃないか、そういうふうにまあ考えるんですね。